第39回ユーロビジョンソングコンテストは1994年4月30日にアイルランドの首都ダブリンのポイント劇場で開催された制作 RTE アイルランド放送協会放送時間3時間2分2年連続して開催国を務めたのはアイルランドが初プレゼンターはシンシアニムルフートジェリーライアンでアイルランド元英物のミコト号を使用 幕合にリバーダンスが披露された。7増7減で25カ国。全大会の会6カ国が足切りされることになり、ベルギー、イスラエル、デンマーク、スロベニア、トルコ、ルクセンブルクは新たな参加国に枠を与えるために休場することになった。これに加えてイタリアも自主的に参加を辞退。来、イタリア放送協会はあまり参加意欲がなく、 1996年まで休場した。ルクセンブルクは国土が狭いため国内からの出場者を先行するのも困難なことに加えて資金調達が困難であるという理由で2015年に至るまで一度も復帰できておらず実質無期限自体宣言となった。代わって前年のミルストリート選手権を地ちしたスロバキア、エストニア、ハンガリー、 ルーマニアの4カ国に加え、ポーランド、リトアニア、ロシアの3カ国が新規に出場することになった。以下3カ国の出場回数及び、中継テレビ局一覧内数字は、参加回数不出場ながら中継放送を実施した、局、マケドニア放送協会スロースロベニア国営、放送を TR TRT トルコ国営、放送をイバ、イスラエル放送局 DR デンマーク放送、 新ー語セルビア放送3、KTVB ベオグラードテレビ RTV 会、ベルギーフランス語共同体放送、BRTN ベルギーオランダ語放送1977年に、言語ルールが復活し、各国代表は自国語で歌うことが義務付けられたが、ポーランド代表、エディータは、リハーサル中にそのルールを破り、英語で歌った。6カ国が失格とすべきと主張したが、 署名が過半数に満たなかったため失格を免れた。エディタは本番では言語ルールを守りポーランド語で歌っている。変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順22、1 0 8から1点として採点。演目終了後、スポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、 スコアボードに加算していった。今年度から各国のテレビ局が衛星回線で繋がれたため、スポークスマンが画面に登場することになった。アイルランドが優勝、史上初の3連覇となった。優勝者の年齢が40を超えた男性デュオの優勝は初。さらに226ポイントは最高得点となった。第7カ国リトアニア、エストニア、オランダ、フィンランド、 ルーマニア、スイス、スロバキアが1995年の出場権を失った。イコール1994年の出場権を失った国言語、BS イコール、ボスニア語、I イコール、エストニア語、カオルイコールフィンランド語、アワーズイコール、クロアチア語、コイイコールハンガリー語、コーリイコール、アイスランド語、リツティイコールリトアニア語、ランイコール、オランダ語、 ウベイコールノルウェー語、ナミイコール、ポーランド語、ライコール、ルーマニア語、各イコール、スロバキア語、テンイコールスウェーデン語、エイイコールエゴ、イコール、イタリア語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコール、ドイツ語、フツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語、ロイコールロシア語出場順に投票各曲の歌詞については以下を参照のことでガルースラッシュ。 ありがとうございます。